テイネ362からの札幌方面料金所入り口テイネインターチェンジは北海道札幌市テイネ区富岡にある札ン自動車道のインターチェンジ札幌中心部方面との出入口と小樽方面への入り口のみが設置されているスリークオーターインターチェンジであり小樽方面からの出口は設けられていない料金体系、収受方法については注意が必要 札幌中心部方面と小樽方面では入り口が異なるため注意を促す看板が設置されている。ブース数4札孫道と直接接続する手稲362にある道路標識開通まで手稲イ,インターチェンジの小樽方面入り口の案内が隠されていた2019年の開通まで札幌市北西部から札孫道を利用して小樽方面へ向かうには 小樽市の千博 IC、あるいは逆方向の札幌都心寄りにある札幌西 IC を利用しなければならなかった。1997年、インターチェンジ周辺の連合町内会から、鈴木道夫日本道路交談総裁宛て、丁寧 IC の小樽方面アクセスの新設要望が提出され、1998年には、桂信夫札幌市長宛にも提出された。 同年末には、札幌市も将来的な必要性を認め、関係機関へ働きかけを行うとしていた。2000年に、日本道路公団北海道支社が、用地の測量や買収などを行っていたが、道路関係4公団の民営化により、東日本高速道路は、有料道路ネットワーク整備時期の検討に取り掛かり、小樽方面への乗り口レーン新設は継続調査となっていた。 2014年8月、東日本高速道路北海道支社が2018年度に開通予定である、北海道横断自動車道の小樽 JCT41 インターチェンジの開通までに、テイネ IC の小樽方面入り口を整備する方針を発表し、地形調査や詳細設計に着手。入札の不調から、 東日本高速道路は後期を2017年7月28日から2019年9月15日とする契約を締結し、2017年11月に着工、2018年度中に完成予定であると報じられていた。その後、2019年11月24日14時に開通した。小樽方面入り口が開通したことで、手稲経費都市会病院による、 ドクターカーのシりベシ方面への運用範囲も拡大し、救急医療体制の充実が期待される。2019年度時点では、小樽、余市方面からの折口レーン設置の予定はないが、地元から設置要望が出ていることから、東日本高速道路北海道支社は、今後の交通量を踏まえて、設置を検討するとしている。ありがとうございます。